今日は沖縄県うるま市太田にやってきたぞ。いっぱいお墓があるけど墓参りでもするのぜ。いやいや、ここに戦跡があるのだよ。うるま市太田では県道8号線と10号線が交わる場所があり、道路に挟まれるように丘陵が存在するよ。丘陵内には墓地が点在する中、太田の敷地跡という戦跡がひっそり残っているぞ。すぐ北西にある運動公園内には串川の海軍砲台跡があるんだったな。よく調べてあるじゃないか。偶然かこの動画を見ただけなんだぜ。それはいいとして、ここに怪しいくぼみがあるぞ。きっとここが戦跡だな。いや、これは違うだろ。なんだと。中城湾と金湾が見渡せる場所にあるという情報があるから、丘陵の東端にあると思うんだが。すぐ横は崖で、崖下は車が走りまくっているぞ。手つかずの丘陵を歩くの久々なんだぜ。蜘蛛の巣がやばい。見つけたぞ。これが太田の敷所なのか。普通なら絶対気づかないな。ついやっちゃうんだ。入り口がないから監視窓から入るぞ。ホック全身でやっと入れるくらいだ。G になったつもりで行くぞ。その例えはやめろ。なんとか侵入できたな。思ったより広いんだぜ。この場所は 1.5 メートルくらいの高さしかないな。監視窓も40センチから50センチの高さしかなかったな。この部屋の監視窓からは中城湾、勝連半島、金湾が見渡せるようだな。天井には5番の目みたいな模様があるんだぜ。天井を鉄筋コンクリートで固めた時に使った木材の跡なのか、戦後に内部の鉄筋を抜き取った跡だな。知らんけど。わからんのかい。ここは隣の部屋だな。壁面に鉱木跡みたいなのがあるな。見たところ、幅 1.7 メートルと奥行き2メートルと高さ2メートルくらいなんだぜ。天井も綺麗に5番の目模様だ。この入り口は1メートルちょっとあるくらいかな。さすがにこの隙間からの出入りは無理だな。芋虫かと思ったんだぜ。中の鉄筋みたいだな。つか、芋虫というより針金虫じゃないか？どっちでもいいんじゃ。鉱木の跡って言ったけど、鉄筋を抜き取った跡なのかもしれないな。今更だがなんで鉄筋を抜き取ったんだぜ。1950年に朝鮮戦争という現韓国 vs 現北朝鮮の紛争があった。韓国を支援した米国が、使用する資材の調達を日本で行ったのだ。日本は朝鮮特需という好景気となり、鉄くずが高く売れるようになった。武器の材料の鉄くずはたくさん必要だったから、高く買い取ってもらえたんだな。そうだな、この流行をスクラップブームと呼ぶんだ。だから鉄筋を取ったわけか。ここから地下に行けるぞ。なんかガマに入るより怖いんだぜ。軽くホラーだな。横には 1.2 メートル四方の空間があるぞ。ヤモリの卵があるんだぜ。正面に正規の入り口があるな。入り口すぐに穴があるとかトラックすぎるだろ。じゃあ地下に行くぞ。人一人が通れるくらいの広さだな。奥の方は四つん這いにならないと進めなさそうだ。地に這いつくばるがいい。土砂も結構流れ込んでいるんだぜ。行き止まりに見えるが一応進めるな。狭すぎて草。なんとか侵入できたぞ。天井まで1メートルくらいだな。狭いんだぜ。おい、誰だ。瓶やらゴムホースを捨てたやつは。こんなところまで来て、どんだけ暇人なんだ。特大ブーメランが突き刺さっているぞ。なんだと。奥は3メートルくらいで崩落してるぜ。横に待機スペースみたいな掘り込みがあるぞ。幅、奥行きともに2メートルくらいはありそうだけど高さはないな。そろそろ地上に戻ろうぞ。逃げるんだ。この太田の敷地は、金湾や中城湾などを防衛するための施設だ。
串川などに設置されていた砲台から発射された砲弾の着弾観測を行ったり、それに基づいて砲撃指導などを行っていたようだ。また、勝連半島や池江島に配置されていた監視隊からの情報が入ってきた場所でもあるよ。そんな大事な施設だったら、本当は壕ももっと広かったのかな？崩落してる場所は外に貫通していただけかもしれないが。いやいや、無事に見つかってよかったぞ。ここはトーチカと豪のハイブリッドで、少し面白かったんだぜ。楽しんでもらえてよかったぞ。今回の戦績は手つかずの林を通るので、訪問する方は自己責任でお願いします。それは別にこの場所だけじゃなく、すべての戦績に言えることなんだぜ。そうだな。どこに行くにしてもみんな気をつけておくれよ。まあ、ここに行く人はほぼいないだろうがな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。